酒を飲んで車を運転し物損事故を起こしたとして県教育委員会は鳥栖市の27歳の中学校教諭を懲戒免職にしたと発表しました。本日は誠に申し訳ありませんでした。今日付けで懲戒免職を受けたのは鳥栖市の鳥栖西中学校の27歳の男性教諭です。県教育委員会によりますと、この男性教諭は先月26日、10人ほどの同僚職員と市内の飲食店3軒をはしごし、生ビールと焼酎のウーロン茶割り合わせて10杯程度を飲酒。その後、市内の店舗駐車場に止めていた自分の車を別の駐車場に移動させる際、縁石に接触しました。男性教諭は気づかず車の中で寝ていましたが、目撃者から通報を受けた警察が検査したところ、酒気帯び運転の基準値を上回る1リットル当たり 0.65 ミリグラムのアルコールが検出されました。男性教諭は代行を呼ぼうとしたが気分が悪く断念し、24時間営業の店舗駐車場に車を移動させたと話しているということです。